ザウェーブはアメリカ・アリゾナ州にあるサガンの層である。ザウェーブとも表記される。アリゾナ州北部のコロラド高原にあるバーミリオンクリフ。国定公園内のパリバーミリオンクリフス自然保護区の中のコヨーテビュートノース地区にある。グランドサークルの範囲内に位置する。標高およそ1585メートルのところにある。ザウェーブは波のような形状の外観を呈している。この一帯には、 もともと砂漠地帯が広がっていた。ザウェーブは、およそ1億9000万年ほど前のジュラキ前期に、砂丘が固まって形成された、ナバホ砂岩の表面が、鉄砲水や風によって侵食されたことにより、鉄分を多く含有する地層が、流線型に露出してできたものである。ザウェーブは、連邦政府の土地管理局が管理しており、非常に脆く、 損傷を受けやすい砂岩を保護する目的で、1日あたりに立ち入ることができる人数が20人までに制限されている。ザ・ウェーブは1990年代まではあまり知られていなかった。しかし、旅行に関するドイツのパンフレットによって大規模に広告展開されたことや、1996年に発表されたドイツの自然ドキュメンタリー作品、 ホスナションラジオアで特集されたことによって知名度が上昇していった。2013年には熱中症が原因とみられる死亡事故が発生している。2019年1日あたりの入場制限を96人までに引き上げることを検討されていることが発表された。ありがとうございます。